ワールドカップへ向けてカウントダウン、日本対スロバキア戦、前半45分のキックオフです。今前半45分、日本のキックから試合が始まりました。長くボールを繰り出していきます。日本代表青いユニフォーム、白いユニフォームがスロバキア代表です。13番フォワードの柳沢が今日は右サイドハーフからの位置です。中村俊輔から前にサントスです。倒された、これはホイッスルありました。いきなり日本いい位置でのフリーキック、サントスの突破ファールで止めました。スロバキア、セルジオさん、サントスの良さはこういったところファールが取れるとか。そうですね、ボール持って今の代表チームでボール持って個人技で破っていけるのが一番じゃないかなと思いますね。そしてこの角度ですとどうですか、左足中村俊輔直接狙いますか。高木さん、角度的にはちょっと難しいですけどね、立ち上がりですからね、ひょっとしたらもう勢いよく打ってくるかもしれないですね。逆サイドには松田、そして西澤がいます。おっと助走長く取りました。サントスです、直接行った、わずかにポストの左、サントスが行きました。1本目のシュート、まだ1分しか経過していません。ご覧いただきましょう。セルジオさん、いかがですか今の。そうですね、ただね、本来はね、右利きの選手が1人いれば、うん、右左でね、はい、フェイントかけられるんですけど、両方とも左左ですから ね、 でしたね、はい、さあ今度はスロバキアです。後ろから倒しました。日本うまくボールを取りました。ちょうどね、フリーキックです。スロバキアボール、マリノスでね、ウィルと中村、左利きですね、2人ともね。なるほど、今日もその意味で中村としたら、交互にウィルと一緒にやってるという気分じゃないかなと思います。やりやすいかもしれません ね、 そうですね、はいはい、今度はスロバキアのフリーキック、長いボールを蹴りそうです。逆サイドには10番のベンチキが控えています。真ん中に送る、シュート打った、11番のビテク、ダイレクトでシュートを打っていきました。ゴールキーパーは曽我畑。高木さん、今のこのフォワード、はい、ビテクの身のこなしいかがですか。非常に良かったですね。ただし日本がね、こうディフェンスラインを少しこう上げようとして、そして下げようと、そういう相手と駆け引きの中で下げた瞬間にちょっとフリーになりましたね。そうでしたね。この辺りは要注意になってきます。今日の日本の3バックは真ん中に宮本、右に松田、左に中田浩二です。小田から真ん中にボールをカットします。スロバキア4番の小坂、そしてハーフウェイライン越えたところ、これはホイッスルが鳴りました。スロバキアボールです。セルジオさん、改めて伺いますけれども、この試合の日本がやらなければいけないこと、どんなことでしょう。そうですね、柳沢をね、右に持ってきたということは、決してそこから守るという意味じゃないですからね。攻めるということですね。そうですね、やっぱり両サイド、特にサントスだけじゃなくて、はい、これはギリギリだぞ、ビテク、柳沢方面のどうそのサイドから仮の突破力が生かせるかということが一つのポイントじゃないかなと思います、ね。ということは今日は点を取りに行かなければならない試合。そうですね、はい、今度は右サイドから入っていく、ヘディングシュート、これもビテクか。あとはやっぱりどうしてもミンタルです、はい、稲本がね、はい、久しぶりに日本でプレーするということは、そこのダブルボランチもその柳沢がもっと攻撃ができるように、ね、どれくらい機能するかということもポイントだと思います。サイドのカバーをこだわしなければなりませんね、はい、右サイドに。そうですね、はい、高木さん、今ちょっとスロバキアに攻められていますけれども、はい、どんな理由が日本代表ありますか。やはりこう長いボールをディフェンスラインの裏に、ね、入れていくような、うん、そういう形で攻めてますからね、はい、その辺で、ディフェンスラインの安定がね、やはり今の時間というのは非常に大事になってきますんでね。日本の3バックというのはそのディフェンスラインの裏、背後、ゴールキーパーとの間のスペース、はい、これが一番弱点だと言われてますね。そうですね、それと今日はスロバキアの選手非常に身長が高いですから ね、 その辺の空中戦のボールに対しての処理っていうのも非常に大事になりますよね、はい、そのあたりは仮想ロシア、そしてベルギー言えるかもしれません。どっちかというとベルギーの方が近いという話もあるんですかね、セルジオさん。そうですね、体つきにしてもね、あとはね、やっぱり日本は西澤の、ある程度ワントップ気味に見えてるんですけども、もうきちんとね、4バックス、はい、下手したら5バックス、2列目から入ってくる日本選手が向こうは待ち構えてるみたいな、バックラインの守り方ですね。なるほど。さあ森島、中に送る、西澤、向こう側にヘディングシュートはどうだ、中村俊輔、スロバキアがクリアします。ボールを取った稲本、イングランド帰りの稲本、これはボールを取られた、向
向側スロバキア倒された。これはスロバキアボール。それではここで日本サイドの情報を聞いてみたいと思います。日本代表サイドには藤井貴彦アナウンサーがいます。藤井さんどうでしょう。はい、昨日の記者会見でトルシエ監督は 60% のキープ率で日本が支配をするだろうと語っていたんですが、はい、選手に対しては日本はスロバキアより必ず強い、絶対勝てると伝えた上に VTR も研究済みということで勝負には自信を持っているようですね。おー、そうですか。はい、で問題はびっくりするスタメンについてなんですが、国立のサポーターはですねスターティングメンバーの発表の時には普通の声援だったんですね、はい、しかしキックオフされまして3バックのラインに柳沢が吸収された瞬間に、ひそひそ声がどんどん大きくなりましてね、これは J リーグでも見たことないですからね。そうですね。ですからそのあたりの柳沢の動きを、まあ、全体が注目しているという感じですね。なるほど。でこの実験が失敗すれば前半5分にも変えるというふうにトルシエ監督は言ってます。ほうほうほう。でも5分過ぎてますから ね、今のところはまだ状態はいいということではないでしょうか。なるほど。画面の手前側背番号13番、こちらが柳沢、普段はフォワードの位置に入っています、点取り屋。しかし今日は右サイドやや後ろの位置からの攻撃。まあ、スルジョさん、これは本当に驚きのシステムですね。そうですね。ただね、昨日しなかったら5分で帰るんだというなんかこれ選手だけの責任にしたら困りますよね中村俊輔から森島、ボールがこぼれます。クリアします。スロバキアちょっと中途半端。まあ、普通はね、ワールドカップレベルではチームのエースストライカーをね、まあ、こういう扱い方をするのもちょっとユニークだなという感じはするんですよ ね。高木さん、元フォワードとして、はい、こういった起用というのは選手自身、柳沢自身どういう気持ちなんでしょうか。やっぱりねこう複雑だと思いますよね。本来はやはり前で勝負する人間ですし、ただここでやっぱ心配なのは精神的に初めてのポジションということで、はい、どうしてもディフェンスを意識しすぎるとまあ、前に行く時間っていうんですかね、はい、走る距離も長くなりますね。深い位置からの前に行かなくちゃいけなくなりますから、そういう意味でも、まあ、その柳沢の後ろのカバーをチーム全体がどういうふうにして考えているのかっていうのも気になりますけどね。高木さん、今のところその柳沢の位置はどうですか。高いですか、それとも守備的ですか。いや、まだね守備的なポジションだと思いますね。あ、そうですか。ただそれはもうチーム全体によってやっぱ変わってきますからね。柳沢がどーっと前に行けばやはり中盤の人間そして他の人間が見てますからね、そこにボールが来ると思いますんで、この時間帯まではね、はい、森島あるいは中村がね、どんどん西澤に足して、フォワードラインでボールもらおうとする意識がありますね、むしろサントスあるいは柳沢が立ち上がり非常におとなしいスタートですね。そうですか。予想したの逆になっているという感じですね。なるほどね。真ん中から、中村あるいは森島が入って、はい、2人が横に溜めとくという仕事ですね。今度は日本のスローイン、このスローインを柳沢が投げます。これも珍しいシーンです。中村俊輔そして西澤が寄っていきます。ちょっとターゲットが見つかりません。西澤落として戸田です。スロバキアがボールを取りました。コザク、ウィンタル、そしてキャプテンのズリク、この辺りは日本の足技が勝りました。あっとウィンタルの足を引っ掛けた、これは、ファールになります。ではここでスロバキアの情報をちょっと聞いてみましょうか。サイドには船越正史アナウンサーがいます。船越さん、はい、ユルケミク監督はね試合開始からずっと立ち上がって大きな声で指示を与えています。とにかく日本選手がボールを持ったらフリーにさせずにすぐに潰せ潰せということですねそうですか。長いボールが入っていきました。西澤後ろから、稲本はシュートは打てません。サントス、これはダメです。それでね鈴木さんね、はい、国立競技場には2時半過ぎに着いたんですけれども、結局試合開始の数分前まで一度もピッチに現れなかったんですよ。そうですか。というのもね、朝からね改めて日本代表がウクライナとやった VTR を何回も見直したそうで、その戦略を一人静かに巡らせていたそうなんですね。なるほど。でもちろんその作戦を教えてくれませんでしたね、非常に熱い監督ですね、はい、選手がロッカーからピッチに現れる時にはちょうど甲子園の高校野球でベンチからホームプレートに大きな声を出して選手が現れますよね。そうですね。あんな感じでね、まあ、大の大人たちが出てきましたねこれはフル代表では珍しいですね、とにかく熱く熱く語っておりましたね。先ほどのフリーキックスロバキア蹴った時にもね、なんでお前は入れないんだとそんなこと言われても選手は困ると思うんですが、ね、それぐらい熱い監督ですね。まあ、イルケミック監督としてはこの2年後のヨーロッパ選手権を目指す我々にとってワールドカップに出る日本との対戦は若い選手が経験を積みいろいろと学べる絶好のチャンスなんだと。おっとサントス抜けてました。さあ1対1、さあシュートを打つか、左足のシュート、キーパー止めた、キーパー無着、まだシュート打てるか。高木さん、今のは惜しかった。いやね、本当に2列目から長い距離を走ってきたんですよね。
馬券の監督が非常に熱くて、なんで入れないんだっていう、今おそらく投手監督もなんで入れないんだっていうね、サントスとしては絶好のチャンス、連携が西澤が戻って、はい、サントスがその裏に入る、非常に良かったですね。今スロバキアの15番のバブリクでしょうか、イエローカードが出ました。セルジオさん、こういうところは決めとかなきゃいけないんでしょう。そうですね、特に立ち上がりこれぐらいの大観衆ですからね、まあワールドカップの開幕ベルギー戦、はい、いかに先取点取るということはね、大事だということはね。そうでしょうね。トルシエ監督もこのグループリーグ突破できるかできないかは1点で決まる場合もあると、そんなことを言っていました。さあ中村俊輔のフリーキック、これは直接キーパーのブチェク、このキーパーはなんと2メートル4センチ。高木さんも大きいですけど、はい、ブチェクはもっと大きいですね。一度だけ2メーターあるキーパーと対戦したことあるんですけども、ですか、非常に大きいですよ。これゴールマウスが本当に小さく見えますね。ゴールの上の横棒はクロスバーというんですが、これ2メートル44センチで、ブチェクは手を伸ばせば簡単に届きますからね。簡単ですよね。まあですから今日のスロバキアのゴールというのは非常に狭くなっています。さあ向こう側ベンチク、ベンチクはスロバキアリーグ得点ランク現在2位で12ゴールを挙げています。まだ得点は入っていません。0対0、前半の11分を経過しました。日本代表対スロバキア代表、キリンカップサッカー2002。お、抜けてた、クロスを上げる、ヘッドでなんとかクリアしました日本。スロバキアのコーナーキック。さあ高木さん、これはスロバキアの空中戦、はい、日本は注意しなければいけません。まあ、今日は一つのこのゲームのポイントになりますよね、はい、セットプレーっていうのは。これはベルギー戦でもロシア戦でもこういったシーンありますよね。特にベルギー戦はね、こんな得意ですね。まもなく12分、1本目、中に送る、ヘディングシュートはどうだ、3番のスピラル192センチ。このボールはゆっくりと日本がつないで、あ、足を引っ掛けられました。これはアドバンテージか。柳沢から森島、後ろに戻して松田です。横浜 F マリノス、真ん中はガンバ大阪の宮本、そしてイングランドアーセナルの稲本。長いパスが通った、サントスです。真ん中に西田が入っていく。さあサントス切り返して自分で打つか、中に送る森島、足が届かない、クリアします、スロバキア。しかしセルジオさん、この左サイド、サントスサイドがいいですね、はい、特にね、裏にね、裏にボールもらおうという意識がサントスに非常に出てますね。まあ、もともと柳沢もフォワードですから、はい、この意識をもう少し右でも出れば、右左というね、まあ、一つのテストの一つの目標であるかもしれないですね。あと高木さんね、この今ボランチの稲本から長いボール出ましたけども、はい、ここから組み立てられると大きいですね。いや、そうですね、サントスに渡って1対1という、まあ、崩し方もありますけども、はい、ああいう長いボールを使った崩し方非常にいいですよね。いいですよね。さあ中田から中に送る、中村俊輔が走り込んでいく、キーパーブチェク。ここまで柳沢はあまり攻撃の方には関与していません。今ちょっと下がり気味、13番の柳沢、今日は点取り屋の位置ではなくてチャンスを作る位置でのプレーになっています。まあしかしセルジオさん、はい、この柳沢という選手はフォワードですけども、チャンス作るのはうまいですよね。そうですね、ゴール出せますから、はい、ただね、あとこれ危ないか、ちょっといつもの仕事と違う、はい、ちょっと気をつけなくてはいけないというものが、さっき守りがありますからね、あとはやっぱりフォワードというのはどうも自分の後ろにバックがいないところすごい気になるんですね。最初はやっぱりまだね、ちょっと本来の引きした動きじゃないですね。柳沢といいますと、去年、A マッチ代表戦では6試合で5点も取ったエースストライカーなんです。それが今年は2試合でノーゴールだけだったんですけれども、トルシエ監督はある選択をしまして、今日はサイドでの起用になっています。今度は中村俊輔が右サイド、中に戻して柳沢からちょんと浮かして、さあ俊輔のシュート、中村俊輔の右足。まあ相手はね、4人にしろ5人にしろ非常に横に並びますから、今みたいなワンツーあるいは裏を狙うんですよね、
あのパスは非常に有効に使いますね。もうほとんど成功していると思えばいいと思いますね。高木さん、今日の日本代表の攻めなんですけれども、はい、ゴール前で非常にこうボールに触る回数が少なく、ね、ワンタッチでプレーできてますね。そうですね、あの流れが非常にスムーズですよね、はい、今みたいに細かいパス回しと、そして、まあ、先ほど稲本が、ね、長いボールで相手 の, あのディフェンスの裏につきましたね、ああいう形がいろいろいろんな形が見えて面白いですね。ディフェンスの裏というのは相手ディフェンスの背後、後ろのスペースのことを言います、はい、まあ、そこを狙うと1対1キーパーになりやすいということなんです。まあ、今日の日本の目標ってもうはっきり出てますよね、はい、あの石澤をおとりに使ってポストプレーに見せかけといて2列目から飛び込んだ選手に裏に出すというね、はい、その選手が西澤が走り込んでいくな、サントスであり中村でありというね、はい、非常にその意味で、スロバキアの選手チームはメンバーを置いてるなりにちょっと掴むのに苦労してますね。前半の15分を経過しています。まだ得点は入っていません。日本代表対スロバキア代表、今日は右のウィングバックの位置に入っているフォワードの柳沢、前線には8番の森島、そして9番の西澤、セレッソコンビ。さあ、その柳沢チャンスを作るか、倒された、これはホイッスルありました。しかし柳沢がサッカー人生の中にこんなに数多くスローインやったのは初めてじゃないかなと思います。富山第一高校からね、アントラーズ代表と、はい、こんなにやったことないでしょうね。そうですね、まあ、普段今まで使ってない筋肉をかなり使ってますよね、はい、そして今日は頭も使ってるでしょうね、はい、さあ蹴るのは中村俊輔、左足ですのでゴールの方に曲がっていくボールを蹴ります。これはビッグチャンスですね、はい、中村のこの辺りから直接も行く、もう触ったら1点になるという非常にいい精度のボールを蹴りますからね。ゴール前には稲本、サントス、石田はニアサイドへクリアします。前半17分を経過しました。0対0、まだ得点は入っていません。今日は左利きの中村俊輔とサントスが同じ公式戦ピッチに立っています。紅白戦ではあったんですが、公式戦ではこのコンビは初めて。日本代表は今日スロバキア戦ですけれども、5月の2日19時午後7時に神戸でホンジュラス戦、その後に5月7日、マドリードでレアルマドリード戦を行います。で14日にオスロでノルウェー戦、そして日本代表23人のワールドカップメンバーが発表されるのが5月の17日、そして5月の21日が FIFA 国際サッカー連盟の締め切りになります。その4日前にトルシエ監督はこの発表するそうです。そして5月25日がスウェーデン戦、ワールドカップ前の最後のテストマッチということになっています。今日を含めましてワールドカップまでは5試合、ここまではウクライナ、ポーランドに勝ちました。コスタリカに引き分けで2勝1つの引き分け。セルジオさん、はい、我々にとってみると、いや、いい出足だなと2002年は。そうですね、思うんですけど、まあ、ただやっぱりウクライナ戦に勝ったなりにね、コスタリカ戦に引き分けて、まあ、いろいろ問題が見えたっていう感じがあるんですけども、そうですか、まあ、ウクライナ戦に勝ってね、大丈夫だったと思ったら似た試合をやったんですね、まあ、最終的にあれ東大の得点で助かったんですけども、はい、まあ、ポーランド戦に小野、あるいは中田が合流して、まあ、非常に動いたというチームですから、やっぱり2人がいない時の課題というのはウクライナ戦もコスタリカ戦が残ったと思うんですね。今日稲本が戻って、まだ小野と中田いなくてもどうなるかということが、まあ、本格的な残っているテストかもしれないですね、はい、まあ、ですから今日の中村俊輔がこのトップ下フォワードの一つ後ろというのは、はい、中田が怪我をしたり、例えばこれ危ないぞ、フリーになるか、キセル中に入れるか、ヘッドでクリアします中田浩二。ちょっとヒヤッとするシーン、これはコーナーキック。まあ、今回の中村俊輔のトップ下というのは、まあ、中田英寿の欠場というこういったやつのシミュレーションかもしれません。まあ、そのあたりの条件は森島もいるしね、まあ、当然その今の中村が非常に J リーグの中で好調であるからね。2本目です。また真ん中だ、また3番のシュピラルが走っていきました。今度は14番のタルダ、
サントスが帰化するまでは、もうほとんど中村が左にね、プレーしてましたから、その意味で今のポジションでやるの代表では非常に本当久しぶりじゃないかなと思います。あまりないですよね、はい、中村の真ん中というのはね。前半手元の時計ではまもなく20分の経過、0対0まだ得点は入っていません。鈴木さん、はい、中村は昨日のプレス対応の時ですね、自分に与えられる時間は明日はかなり少ないだろうと読んでいたようですね。そうですか。でのんびり自分のプレーをしていたらダメなんで、途中からでも出たら自分の最大限のプレーを出したいと話していたんですが、今日のスタメンですね。そうでしたね。でトルシエ監督の印象なんですが、中村がボールを持った時には何回かうなずくんですよ。いいぞいいぞという感じですか。中村の動きについては合格点を出しているという印象ですね。ここまでは高木さん、この中村の動きというのはどうですか。特に攻めに入った時に、よくトップ下をやる時っていうのは少しこう引いてボールをもらうようなそういう動きがあるんですけども、後ろに下がってから、今日の場合は本当に積極的にその西田または森島あたりに、ね、どんどん絡んでいくような、そういう姿勢が、ね、非常にいいですからね。高木さん、中村俊輔といえども、はい、このワールドカップのメンバー23人の中に残るか残れないか、はい、このあたりギリギリという意識は中村自身もあるようですね。一番持ってるでしょうね、ただし本当にいい選手なんですけども、チームのバランスにどう対応できるかっていうのもありますんでね、その中で自分の行き場所を、ね、見つけなくちゃいけないですからね、いくらいい選手といえども同じポジションに何人も選手がいてもしょうがないわけですからね。そうですね、はい、このあたりですから、この中村俊輔も左サイドをやったり真ん中をやったりと、そういった部分で一人の選手が複数のポジションをこなせると、そういうことがトルシエの一つの考えになっています。そうですね。あとはやっぱり、本来ね、元気であればメンバーに入っている七海、あるいは森岡ですね、はい、ちょっと長引いてますね、コンディションがね。そうですね。もういざもしダメだったらそのあたりのね、やっぱり左利きであり、そういう代わり、バックラインにも欲しいだろうし、その中村もそういう準備しとくというのは17日までやっぱり必要じゃないかなと思います ね。トルシエ監督はこのキリンカップのメンバーの中から18人から19人ワールドカップのメンバーに選んで、残り4人から5人を今出てない選手から選ぶということなんですが、その 4,5 人のうち2人はもう中田と小野、これはほぼ決まり、あとは怪我をしている森岡、そして今リハビリというか試合も出てますが七海、この辺りの争いと。そうですね、23人といえ、ゴールキーパー必ず3人登録しますからね、そして海外組の2人ですね、その他には高原もいますし、中山ゴンもいますし、そうですね、この辺りが、ね、どうなるかというのはまだ分かりません。あれ、戸田にイエローカード。鈴木さん、今ねボールをプレースしたところが違うということを、ね、主審が言ってたんですけども、ね、ちょっとこれが聞こえなかったところがそのまま蹴ってしまったんですよ。あ、なるほどね。もう少し下げろということですね、ちょっともらわなくてもいいようなイエローカードと言えるでしょう。ちょっとね、このレフリーもマインナグランドでね、ちょっとレフリーもワールドカップモードで興奮してるけども、ちょっと試合を止めすぎてるなっていう感じがしますね。あ、そうですか。このボールはどうだ。さあ、稲本シュートを打てるか。キーパー不着。ちなみに申し遅れましたが、今日のレフェリーは皆さん韓国の方です。主審がベ・ジェヨンさん、そして副審がキム・デヨンさんとクア・ドンギルさん、第4の審判員がパク・ソングさんです。ワールドカップ前に早くも日韓の交流が行われています。さあ、ボールが中に入っていく。松田、ボールが浮いています。落として、これはまだ危ないぞ。シュートですか。スロバキア、ここは中田浩二。ちょっとバックラインが置け気味になってますね、ちょっとバタバタしてますね、ちょっと待ってるところに やっぱり寄ってくる選手が勝てるということは決して良くないですね。ゴロ待って守ってるというあれですね。あと早めにボールを入れてきますよね。そうですね。そういう意味での対応がね、やっぱりもう少し大丈夫かなという余裕があったかもしれないですね、今のね。日本のね、スリーバックスのラインの上げ下げをね、研究してると思うんですね、なるほど。その駆け引きする前にも入れてきますから、だからもうほとんどオフサイド取れてないところが一つのポイントじゃないかなと思うんですね。スロバキアのユルケミック監督は、日本の VTR、 ウクライナ戦、ポーランド戦、コスタリカ戦、3試合も見たっていうんですよ。ですから、かなりこの日本戦に関してはやる気十分のユルケミック監督です。さあ、サントス中に送って、稲本、キャプテンのズリクが抑えた。あ、そしてサントスが倒れています。スロバキア4番のコザク、サントスは立ち上がりました。3番のシュピラル、
鈴木さん、はい、青一色の国立競技場なんですが、メインスタンドの記者席の横にね、わずか20人なんですけれども、はい、スロバキアのサポーターも来てるんですよ。来てるんですか。これはハウザー大使のご親戚、あるいは大使館員の皆さんなんですが、なるほど、大使はもちろん今日は VIP 席なんですけどもね、まずこの国立競技場に来て、この6万の大観衆にびっくりしましたね、はい、そうですか、それから次にびっくりしたのはサントスですね。日本人らしくない顔だと、まあ、それは当たり前なんですけれどもねただ彼の突破力はあるなということですね。あ、そうですか。アンド前に出ました11番のフィデクから、さあシュートを打つか、中のドゥーディングシュートは、さあもう1回7番のミンタル、シュートを打った、ミンタルのシュート。いや今は、あ、こちらがスロバキアサポーター。スロバキアはチェコと分離して9年、今年ですね、スロバキアに日本大使館が開館したそうです。で、今日のキリンカップにはスロバキアに大使として赴任する副島豊次郎さんと中日スロバキア大使のユリウス・ハウザーさんが一緒に観戦していると、こういった情報も入っています。鈴木さん、今ね、左サイドから11番でね、はい、2人かわされてるんですけど、あの辺りちょっと柳沢がやっぱり戻ってカバーリングするのに慣れてないって感じがしましたね。そしてその柳沢、あ、ちょっと足元がおぶつかない、あ、1人抜いた、大きな声援だ、さあ森島かわされた、 PK はない、さあもう一度柳沢、真ん中の西沢、西沢には当たりません、スピラルがクリア。こちら側のタッチラインを割っています。そして今画面出ましたのが5分間隔の両チームのボールの支配率、どちらがボールを持っている時間が長いかということなんですけれども、鶴子さん、ちょっと見るとスロバキアの方がやや多いですか。はい、うん、トルシエ監督の 60% という目標をちょっと今達成全然してないという感じですね。この10分間はやや日本が多いですか。そうですね、まあ、確かコスタリカ戦の方がね、はい、最初からもプレスかける意識がすごく強くて、今日はねやっぱり多少コスタリカ戦と比べたら、まあ、ややゆっくりっていう感じですね。ハーフラインの相手に関したプレスというのはそんなにハーフラインあたりではないですね。今先ほど画面で捉えたのは福西と明神がアップをしていますけれども、まあ、高木さん、今ボランチの2人がアップをしているんですが、はい、今日のボランチ戸田と稲本動きは良くないということなんですか。いや、そういうわけでは、ね、ないと思いますよ。稲本も、戸田もね、しっかりこう自分の役割っていうのをしてますし、稲本はよく攻撃に絡んでますしね。そうですね、戸田はしっかり守備してますもんね、はい。まあ、僕は今日の稲本の見たいところは、要するに90分持つかっていう稲本ですね。やはりアーセナルで出てないですよね。そうですね、これはやっぱり90分フル出場してみんなに安心させるという稲本みたいですね、今日ね、はい。中村俊輔、中に入れる、ヘディングはどうだ、稲本が競っていきました、クリアします。スロバキア、まあ、トルシエ監督の方は戦術面のチーム作りというのは去年の11月のイタリア戦で終わっているんだと。あ、これは抜け出すか、しかしこれはオフサイドフラッグが上がっています。しかしこれはファールを取りました。引っ張りましたね、スロバキアのファール、はい、西澤が引っ張られました。引っ張られたりね、この辺りの攻防は激しいものがあります。先ほどよりもやや近づいたところで中村俊輔のフリーキック。トルシエは今日はさまざまな選手を当てはめてチームの力を維持していく、そういったことをやってみたいと言っていました。ですから今日は7人の交代枠がありますので、どんどんと選手が変わってくるかもしれません。ちょっと前のデータでスロバキアの方のキープ率が高いですけども、まあ、日本の方がうんと押してね、確かゴールを脅かしているというシーンが多いですね。そうですね、スロバキアキープ率があるけどもチャンスは少ないですね、はい。さあ、中村俊輔から、今度はデザインプレーだ、森島戻す、シュートを打った稲本、これはクロスバーを越えていきました。今のプレーは面白いですね、はい、面白いですね、非常に味がありましたね、はい。本番もそうですけども、こういうゴール前で、ファールを取って、そしてプレスキいいプレスキッカーがいると、はい、期待が持てますよね。そうですね、楽しいですよね。そうですね、まあ、厳しい注文すれば、はい、ワールドカップに残してほしかったですね、これはね。なるほど、はい。まあ、裏を書いてるんですね、ビデオ研究してるっていうのは
まあ、中村は非常に優秀なキッカーだと、前 の, あのキリンカップに参加したときに彼の素晴らしいフリーキックでスロバキア負けてるんですね。あ、そうですね、はい、2000年宮城でしたね。そうですね、はい、だからその意味で研究されているところに直接来ないで森島がフリーになるところが憎いですね。ただやっぱりあんまり見せてほしくないですね。これね、まもなく前半の30分になります。0対0、まだ得点は入っていません。キリンカップサッカー2002、日本代表対スロバキア代表です。高木さん、この日本が点が取れない理由、はい、今日は日本は点を取らなくてはいけない攻撃的布陣で言ってるわけですから、はい、どこがどう良くないんですか。まあ、やっぱりその前にスロバキアのディフェンスライン、中盤の両サイドがまずディフェンスラインに入る機会がかなり多いですからね。その辺でスペースがね、早い攻撃を仕掛けないとなくなってしまいますからね。あ、人数が多くなるんですね、ディフェンスのね、スロバキアの。さあ、タルダ真ん中に出ていくと、ベンチク入っていましたが、そのクロスは入りません。中村俊輔、この右サイド。もう一つはね、やっぱりもう2列目から走った選手に縦に出すという、はい、まあ、成功している部分はあるんですけど、だんだん相手もね、このやり方に慣れてくるんですね。あ、そうですか。もう少しやっぱりサントスの個人技、あるいは柳沢サイドからの攻撃、常に2列目から長い距離走って出すという、そのワンパターンだけでは相手も慣れてきますよね。今度は中田浩二から西澤に当てます。クリアするスロバキア。スロバキアの方がディフェンスをかなり、ね、人数かけてますから、そういう意味でもサイドに寄せた時の サイドチェンジ、はい、そういう形を少しこう見せてほしいなという気がしますね。いわゆるスロバキアの守備陣が大きくサインに振るんですね。そうですね、そうなると間が開いてきますから、そこで2列目から来ると有効的ですよね、はい、しかしそのサイドチェンジというのはなかなか難しいですね。難しいですね、これはね、ゴールキーパーは曽我畑です。今日はお兄さんもこの国立競技場に観戦に訪れています。中田浩二、真ん中が宮本、ワールドカップの本戦にこの真ん中、清水エスパルス森岡が間に合うかどうかです。キリンカップのメンバーには選ばれてはいないんですが、 J ビレッジでの直前合宿に特別招集されまして、いわゆる寝食を共にして同じ雰囲気を共有すると、セレジョーさん、はい、ワールドカップのチーム作りの解説みたいですね、はいはい。さあ、長いパス、サントス追いつくか。ゴールラインを割りました。前半32分を経過、まだ両チーム得点は入っていません。トルシエジャパン、今日が43試合目になりますが、これはボールタッチ位置、ボールをどこで触ったか、サントスと柳沢、サントスが赤い、点ですね、そして柳沢が黄色い点なんですけれども、セルジオさん、これご覧になって何かこう特色ありますか。まあ、相手に近づいて触っている回数がすごく少ないですね。あ、まあ、サントス1回決定的なチャンスあったんですけどね、やっぱりややハーフライあたり、あるいは守りの方でプレーしている時間が長い、まあ、戦術的に中村、あるいは森島が、あるいは稲本がね、真ん中から2列目から飛び込んでもらうというシーンが多いという、そういう戦術のパターンがここを指してるじゃないかなと思うんですよね。サントスの方がこのペナルティーエリアの中に入る回数が2回、コスタリカ戦と比べたら、もう半分も勝負してないですね、今日はね。あ、勝負してない。その本人も意識がないかもしれないですが、味方も彼の足元にボールを渡して勝負させるというサッカーにはなってないですね。あ、そうですか、はい、後ろから宮本が上がってきました。ズリックのクリア、スロバキア。松田、さあ、森島、日本代表としてはね、引いて大勢で守るという相手にどうそれを破っていくというのをいい練習なんじゃないか。さあ、中村俊輔抜け出した、スルーパス、これはオフサイドありません。西澤、1対1シュート、サイドネット。いや、中村俊輔が抜け出して、西澤1対1だったんですけどね。ここですね、まあ、本当オフサイドギリギリで飛び出してますからね。でも高木さん、これ中村俊輔は2列目で、はい、まあ、体の強いところを見せて、ボディのバランスのいいところを、そうですね、一度自分の体で相手の体を抑えて、その勢いで前に出ていきましたよね、うん、やはり強さを感じましたね。トルシエ監督ってどちらかというと体がこう屈強な、ね、タイプが好みですよね。そうなんですよね、そういった面で昔はこう細い感じがあった中村なんですけれども、ウェイトトレーニングなどをして体もがっちりとしてきました。ただね、この結構
こう一人一人が長い距離走って相手の裏にもらおうとする戦術というのはものすごく疲れますよね。ああそうですか。今日は7人交代できる試合ですけども、ワールドカップの3人交代今日より暑い時には、はい、この戦術は続けてはできませんよ ね、 これはね。そうですね、はい、今日は、気温が4時現在で19度6分、湿度 24%、はい、こんな絶好のコンディションでは6月ないですからね。ないですね。それとやっぱ、ね、はい、2列目からやっぱりラインを破るのは、もう最低で20メートルダッシュしなくていけないから結構負担がかかりますね。なるほど。あ、ちょっと稲本のユニフォームが破れました。これは珍しい。いや、スロバキアの選手の相当引っ張られてる、握力を感じますね。これはね、相当鍛えてますね。これはね、稲本のユニフォームが破れました。このユニフォームは、まあ、日本の梅雨の湿気を考慮しましてメッシュ状になっています。さあ柳さん、中に入っていく。なかなか日本もゴールネット揺らすことができません。35分経過。アフリカネーションズカップでね、カメルーンのユニフォームがノースリーブですからね、カメルーンはね、まあ、どうしてもね、夏用の生地っていうのは冬より薄めに作りますから、はい、そうですか。まあ、これぐらい、まあ、プロ選手は鍛えてるんだという一つのお手本かもしれないですね。まあ、こう見てみますと、このボディーコンタクトというのは激しいんだなというのは分かりますね。激しいですね、はい。その稲本、戸田です。市民ゼスパルスの戸田、 F マリノスの松田、中に送る、頭で落とす柳沢。まあ、これが繰り返して一つのバリエーションになれば非常に面白いですね。今柳沢が中に入って本来のポジションでポストプレーになるっていう、ね、そうですね、はい、ただね、柳沢が右に来たのはいいんですけども、はい、彼と何をするんだということがちょっと見えないんですね。はい、鈴木さん、はい、先ほどまで国立競技場はほとんど日陰がなかったんですが、まあ、少し日陰があったところずっと柳沢縦前後走ってたんです ね、 そ, うですね。それがだんだんですね、内側に入るようなプレーが多く見られるようになってきましたね。おだんだんとこうその感も出てきたでしょうし、縦だけの動きじゃダメなんだろうと、そういうことも柳沢自身が判断しているのかもしれません。やはりこうフォワードですから真ん中での動きというのが一番得意ですからね。そうですね。それとやっぱりゴール前でね、点取れるという場所に常に工夫して動くというのが、まあ、大変じゃないかなと思うんですね。あとはやはりフォワードの、はい、まあ、本来フォワードですけども、今日中盤で、まあ、ボールを触っているということで、フォワードでもらうよりもわりかし楽にプレッシャーはないと思うんですよね、中盤の方が、はい、ただね、ストライカーはそこで残りたいんですね。ワールドカップにまさか柳沢は右サイドでプレーするという未練はないと思いますね。そうでしょうね、はい、まあ、テストとしてもね、ちょっとワールドカップの前に、はい、これはちょっとフィットするかしないかというのはね、ちょっと問題じゃないかなという感じは僕はしますけどもね。さあ、これは裏に抜け出していきました。西澤、真ん中には森島、その森島通るか、シュート、38分になろうというところ、日本代表ようやく先制点を奪いました。いや、高木さん、なんとも泥臭いゴール。そうですね、これも俊介からのボールですよね。持ち込んだ西澤から、森島も頑張って、最後は何かこう、もうキーパーがねやっぱり2メートルのキーパーというのはやっぱり低いボールには弱いという、なるほど、一つのお手本ですね、はい。まあ、でもね、本当ギリギリでね、オフサイドじゃないかっていうぐらいのタイミングで出てるんですね。いい飛び出しでしたね、西田はね、はい、これはトルシエ監督には大きなアピールになったでしょう。まあ、どんな綺麗なゴールでも、ああいった泥臭いゴールでも1点は1点ですからね。そうですね、はい、まあ、セレッソコンビがね、はい、で取ったということは、まあ、2列目から、また今度は森島、これはオフサイド、2列目から飛び出して取ったということもね、はい、まあ、ワントップの一つの成功した意味がありますからね。まあ、フォワードは今年の3試合で、高原が1点取っただけだったんですね、日本代表のフォワードは。ですから、この選手選考というのは非常に重要になってくるわけなんですけれども、まあ、最近の軸は柳沢で、コンビは同じアントラーズの鈴木だったんですけどもね、トルシエ、古城さん、はい、なかなかこの
二人が調子が上がらなくてですね。まあ、それとね、やっぱりスリーバックスはね、自然に固定してやってますよね。フォワード今まで固定したことないんですね。そうですね。まあ、その固定できない原因もやっぱり一つの調子が上がらない一つのポイントじゃないかなと思いますね。なかなかトルシエ監督は選手を固定しないんだと。ただいうこと言ってますけどね。スリーバックスだけは固定してるんですね。でそこが非常にお互いがお互いの良さをだんだん分かってきてるんですね。はい。まあその中に今回は、山下、仙台の山下も昇進されています。ですからこのキリンカップで山下のテストもあるかもしれません。手元の時計で40分を経過しました。今日本代表のサブのメンバーのアップの様子、こちらが仙台の山下。 J リーグ7試合で5得点、勢いを買っての代表招集です。トルシエジャパンの A マッチは今日で43試合目、20勝12引き分け10敗です。そしてスロバキアとベルギーというのは1対1、いわゆる日本が初戦で戦うベルギーとスロバキアが1対1で引き分けたのが4月の17日ですから、こうベルギーの力をある程度押し量る格好の舞台ということになりそうですね。そうですね、はい、基本のトルシエの作戦というのもはっきり見えるのは、サントス、アリア、柳さんはフォワードらしい選手をサイドに置いたら相手もそこを警戒してきて、実は真ん中から攻めるんだっていうね、これはオフサイドフラッグが上がっていますが、レフェリーは流します。まあ、今日 の、ね、スロバキアは、まあ、バックラインの裏にボール入れられたら、まあ、非常に足を遅く感じますよね。はい、背の高さあるんですけども、例えばコスタリカ戦と比べたらもうこういう縦パスはそんなに簡単には取らないと思うんですね。あ、そうですか。はい、これはファールがあってスロバキアボールです。松田、そして柳沢、まあ、日本のサポーターからは大きなブーイング。これは何のファールを取られたんですか？レフェリーが止めすぎてると思うんですね。あ、そうですか。ダッシュしたり走ったり、まあ、この舞台で一番興奮しているのはレフェリーかもしれないですね。はい、かなり動きが俊敏で俊敏ですね。だから興奮しているというのがあるんですね。しかしこれ高木さん、日本守らなければいけませんね、この41分42分という時間帯。そうですね、やっぱりセットプレーで取られるというのは非常にやっぱり後味悪いですからね。はい、かなりこう助走を取りますスロバキア。中に送ってきます、向こう側、ソガハタがパンチング、逆サイドからのコーナーキックになります。ソガハタ、ひとしです。A マッチはこれが2試合目、去年のイタリア戦、そしてスロバキア戦、これが2試合目です。背中からはソガハタコール、スロバキア3本目のコーナーキック。3番のシピラルは192センチ、この選手が今日はターゲットになっています。そのシピラル、ボールが落ちた、シュートを打ったスロバキア、シュートを打ったコザク、これは大きくクロスバーを越えていきました。さあ、それではまたどちらがボールをよく取っているかということなんですが、あ、高木さん、もう日本代表の方が25分以降はかなりこう優勢に進めてますね。そうですね、これを見て取り分かるようにやはり、はい、かなりボール支配率もありますし、チャンスも確かにいっぱい作ってますからね。そこで得点も、ね、生まれたわけですね。今手元にですね、日本の先制点公式記録はオウンゴールということになりました。スロバキアの選手が自陣のゴールに入れてしまったということになりました。スロバキアのオウンゴールで1対0、日本代表が先制しています。手元の時計では43分、前半も残り少なくなってきました。さあ、1回倒された、これはカード出るか、3番のシピラルにイエローカード。スロバキア代表は中盤にシドニーオリンピック代表の選手も2人入れています。6番のキセルに7番のビンタル。まあ、日本とスロバキアはシドニーオリンピックでも戦いまして、その時は日本が勝ちました。そのリベンジを果たしたいと言っていたこのスロバキアの中盤の若手、今日はスロバキア戦ですけれども、5月の2日木曜日は夜の7時からホンジュラス戦です。
こちらではトルシエ監督がどのようなフォーメーションシミュレーションをしてくるんでしょうか。もう一人抜いたぞ、ロングボール入る、これはタルダには通りません。44分経過、1対0、日本1点リード。しかしセルジオさん、何かこう流れの中で綺麗なゴールも見てみたい。そうですね、その部分でやっぱり確かのスロバキアが引いてますけどもね、はい、まあ、このこれぐらいのレベルではやっぱりもっともっとやっぱり一方的な試合にならなくてはいけないと思うんですね、はい、まあ、忘れちゃいけないのはこのベルギー戦で戦ったスロバキアとは全然若手が来ているということを、まあ、その印象付けるのは日本を非常に警戒して引いて守っている日本を認めているところに、まあ、1点だけで喜んじゃいけないと思います。今前半が終わりました。1対0日本代表、相手オウンゴールで1点を先制して折り返します。1978年から数えること23回目を迎えたキリンカップ、 A マッチが少なかった時代から日本代表強化の一翼を担ってきました。キリンカップでの日本代表は95年以降14試合負けなし、8勝6つの引き分け、 A 代表によるキリンカップとなった92年以降は5回の優勝を数えています。今回は日韓共催地元でのワールドカップの絶好のテストマッチ、スロバキア戦です。さあそれではですね、ここで前半の戸田と稲本のボールタッチ位置ご覧いただきます。稲本が赤、戸田が黄色です。これセルジオさん、ご覧になって何か特色ってありますか。まあ、非常に彼らから右左でね、非常にバランスよく攻撃あるいはそのボールを配っているということが、はい、で特に、まあ、稲本がやや攻撃的に出たという2回ね、うん、4回ぐらい、あ、前の赤いのでね、はい、攻撃効果を出てますね。得点も狙いに行ったというあれが残ってますね、はい、高木さんはこれご覧になっていかがですか。確かにバランスよくいってますし、そしてある程度押し込んでいる部分がありますのでね、非常にこうセンターライン付近でボールを、まあ、ボールをタッチして、そして、まあ、パスをしているんだなというのがよくわかりますよね。それではここでもう一つ中村からのパス本数というのをちょっと見てみましょうか。で今日は稲本に代わって福西が入ります。中村からのパス本数出ますでしょうか。西澤に4本、稲本3本、戸田3本ということなんですけども、それです。そうですね、まあ、特に西澤に4本出しているというのはね、これはもうつつきに行ったんだというラストパスだというところに非常に価値観があります、ね、森島にはあまり出てないみたいですね。そうですね、ただサントスでね、徹底的な、チャンスも出したということがありましたね、ありましたね、はい。さあ間もなくですね、後半が始まりますが、日本代表の方は25番の稲本に代わって15番の福西が入ります。高木さん、稲本としては90分やって試合感を早く取り戻したいというところだったんでしょうけどもね。そうですね、まあ、ただ彼は、ね、常にこう 100% でやって、まあ、自分がいけるところまでということをなんかいつも思ってるみたいですからね、後半はスロバキアのキックオフです。こちらジュビロの福西が入りました。1対0、日本代表が1点リード。前半の得点はフォワードの石澤の得点です。今後半45分のキックオフです。右にエンドを取った日本代表青いユニフォーム、胸にはヤタガラスのエンブレムが光っています。そして左にエンドを取ったのが2年後のヨーロッパ選手権を目指すスロバキア。さあサントス、左サイド突っかけていく、勝負に行く、シュートを打った、いきなりシュートを打っていきました。中に入ります。後半が始まっています。1対0。セルジオさん、はい、我々としてはもっと日本代表の得点が見たいと。いや当然ですね、まあ、今日のスロバキアにはね、はい、フルメンバーでやりませんから若手を中心ですから、まあ、当然その日本の今の力とスロバキアの力を比べたら、はい、圧勝してもいいっていうぐらいね、チャンスあったなりにまだ得点になってないから、今日のファンはね、要するに点取れる全日本を見たいところにね、もう少しやっぱり意識高く攻めてほしいですね、はい、スロバキアのフリーキックになります。6番のカロルクセン、シドニーオリンピックの代表です。これはラインを上げていった日本代表です。
先ほど日本代表の前半38分の得点をオウンゴールとご紹介しますけれども、公式記録に訂正がありまして西澤の得点となりました。まあ、ご褒美ですね、はい、ショートを打つ意識がなかったからね、森島にボラを回そうとして、はい、得点が生まれたんです、まあ、作ったのが彼ですから、ね、そうですね、はい、しかし、まあ、ロイヤルチーは西澤だっていう、西澤も高木さん、はい、クロスを上げてからよく詰めましたよね、ゴール前に、ね、その後ですよね、その辺はやっぱり執念があったんでしょうね、はい、その詰めがなければ得点生まれなかったでしょうかね、はい、さあその西澤、ああ倒された。今日は獅子奮迅の活躍を見せている西澤、これ高木さん、はい、コルシエ監督にとってはこの西澤大きなアピールになりましたね。でもそうですね、やはりこう、まあ、今日はワントップ気味、特に今日の西澤のプレーというのは非常に、ね、軸として大事なプレーをしなくちゃいけないですからね、はい、そういう意味でも体を張って、まあ、プレーをしてますし、まあ、点もね取りましたんでね。そうですね、モロッコでのフランス戦、あの時のボレーシュートっていうのもね、こうずっと脳裏に焼き付いてますけどもね、西澤のシュートね、あれは印象的ですからね、はい、ただあんまりにも美しかったからそのイメージが強すぎてね、そうですか、これぐらいの取らなかったら意味がないっていうね、今彼が考えてみたらもっとシンプルに取っておけばよかったなと思ってるかもしれないですねさあ今度は日本代表が左サイドから中村俊輔です。中村俊輔がずっと出ています。中に送る、おっとこれはヘルメスを出してクロスバー、もう一回シュートを打てるか。さあサントスから中に入れる、ヘディングシュートはどうだ。最後は福西か。今最初のゴールは非常に精度が良かったですね、福西ですかね、今触ったのは。鈴木さん、最初は森島ですね。森島ですね、はい、藤井さんどうぞ。今のフリーキックの時にね、古重監督は逆サイドにいた柳沢に、ゴール前に上がれ上がれというふうに指示を出していたんですが、どうも聞こえなかったようで、でそのフリーキックが流れて逆サイドにボールがこぼれた瞬間に、だから行ったろというような表情をですね見せましたね。そうですか、はい、それで日本代表前半戻ってきまして、ロッカールームの直前でみんなユニフォームを脱ぐんですが、はい、一番汗をかいていたのが中村俊輔ですね。ああ、じゃあ動いてるんですね今日ね。そうですね、今回はその後半に入りましてシャツを変えて戻ってきました、中村俊輔からサントスだ、サントス、中には西澤、これは抜けない。はい、藤井さんどうぞ。それでですね、まあ、国際 A マッチというような雰囲気は実はロッカールームには全くなくてですね、ないんです。トルシエ監督も入る時も出てくる時も全く表情を変えません、落ち着いた表情でイレブンが出てくるわけですが、その中では3回ほど円陣を組んで大きな声が聞こえた、それだけが、まあ、熱気を感じる瞬間でした、ということはセルジオさん、ワールドカップに向けて何かこう精神的にいい落ち着きを持って日本代表は進んでいると見ていいんですか。まあ、今日の試合にはね、興奮して慌てることはないでしょうね。スコアは少ないんですけど、もう内容的にはね、圧倒的ですか。はい、圧倒的ですね。さあ今度はスロバキアボールを取りました。鈴木さん、はい、一方ね、このスロバキアのユルケビック監督、こちらの方がね、国際 A マッチという感じがするんですよ、まあ、こちらは、まあ、本番のワールドカップがありませんからね、はい、ハーフタイムが終わりましてね、係員主審にですね、早く出てくるようにと言われましても、まだ日本代表は出てきてないじゃないか、ロッカーから。日本が姿を見せるまで我々は絶対このロッカーから出ないというふうに言っておりますね。結構意固地な監督ですね。そうですね、指示としましてはね、日本がボールを持った時のプレスをもっと早くというふうな指示を、簡単な指示なんでそれを与えています。はい、まあ、スロバキアと言いますと日本の方々にはチェコスロバキアとしておなじみだと思うんですけども、9年前に分離しました。さあボールを持って森島、そして中村俊輔から、さあシュートを取るか西澤、フリーになって柳澤シュート、ゴールキーパー正面です。もう一つはね、やっぱりどの国が来てもこれぐらいの大観衆が集まったらね、張り切りますよね。そうですね、まあ、おそらくこのスロバキアのチームはね、はい、これぐらいの大観衆でやるのは本当に久しぶりか初めてかもしれないですね。メイドインスロバキアで日本に馴染みの深いものといいますと、大巻き場は緑、これがですねスロバキア民謡だそうで、明るいメロディーがフォークダンス向きということで、日本の歌詞は非常に明るい歌詞がついているんですが、実は、地元のスロバキアでは、恋人が木のそばで雷に打たれて死んでしまったと、だけど頑張っていこうという、そういった歌詞なんだそうです。面白いですね。まあちょっと前半のスロバキアの内容とちょっと関係があるかもしれないですね。もうちょっと頑張ってもらわないと、はい、まあ、監督の雷だけではまだ動いてないっていう感じですね、はい。
まあでもスロバキアがなかなか攻めに転じないとなかなか日本としてもね、そうですね、難しいところですよね。まあ、特にあのこれで0対0だったらね、あのなるほどっていう一つの意味があるんですけども、やっぱり1-0で負けてるチームやっぱりここで受け気味になっちゃいけないと思いますね、はい、まだまだこの守備にかけている人数がねスロバキアは多くなってます、はい、まあ、どこで交代も多くできるしね、まあ、その試合のどこで本格的に今日どこに勝負で来るかということも、はい、まあ、日本のテストのためにもぜひ頑張ってほしいです ね、 ですね、まあ、相手に頑張ってほしいというのはおかしいんですけど、もう少しやっぱり日本のいいところを引き出してほしいですね、はい、さあ今度はスロバキアのフリーキックになります。ゴールを守るのはソナハタ。かなり遠い距離です。6番のキセルが非常に長く助走を取っています。ベンチクかウィンタルか、長い助走から右足のシュート、これは大きく右に切れていきました。ゴールキックになります。鈴木さん、はい、スロバキアメンバーチにですね、はい、8番のチネゲを入れます。7番のミンタルに代えるようですね、相当長い時間で、ね、3、4分ですか、綿密な指示を与えられていますね。そうですか。この選手はシドニーオリンピックの大時のキャプテンです。そして先日の4月17日のベルギー戦でも出ています。ミンタルに代えてチネゲが入ります。さあ試合再開です。後半の8分を経過しました。3バックは左から中田浩二、真ん中が宮本、そして右が松田です。まああのセルジオさん、はい、森岡が戻ってくればワールドカップの3バックは真ん中森岡、左中田浩二、右松田、これでもう間違いないですよね。そうですね。ただやっぱり森岡もかなり長いですからね、経験がね、はい、まあ宮本に非常にチャンスもありますね。ここで鳩が呼ばれています。ただね、今日のスリーバー、フラットスリーというのは、ね、ほとんど相手にプレッシャーがないからね、その本当 の、 そのフラットスリーの良さ、まあ、コスタリカ戦に、やられたという部分がありますから、はい、まあ、このスロバキアのチームというのもほとんど前からプレスかけないチームですから ね、なるほどね、まあ、その分に、ね、コスタリカ戦のどれくらい立ち直っているという部分がちょっとここでは分からないですね。高木さん、これハトを入れるということは右サイドの柳沢と交代ですかね。多分そうじゃないですかね。その可能性は大きいと思いますけどね。ここまで柳沢見て高木さんはどうですか。まあ、前半の立ち上がりは確かにね、動きとしては硬かったですけども、はい、その内側に入っていくようなプレーが多くなったっていうのはやはりこうそのポジションでの慣れっていうんですかね、うん、だいぶ出てきたと思いますし、まあそんなにまあ初めてやったポジションで合格点はなかなか難しいですけどもね、まあ、しかしあのスロバキアの方も両サイドの上がりが極端にありませんので、はい、柳澤にとってはどうでしょう、若干こう守りやすいというか、守りに関しては守りやすかったと思いますけども、逆にもっと前にね、その状況を読んで前に行ってほしかったなという気がしますね。まあ、どうせね、あそこに厳しいテストを初めてさせるならね、いきなり交代じゃなくて、はい、一回また本来の自分の得意なポジションでね、フォワードに戻して、それをさせて、それでまた交代するのはいいんですけど、ここでね、自分が どこでやるんだっていうね、まあ、こうメンバーが決まる前の恐怖は本人が感じるじゃないかなと、ね、ちょっと一時期、中村俊輔が左サイドの起用で、ね、悩んだ時期がありましたからね。柳澤は今日は右サイドのミッドフィンガーとしての出場でした。鳩がその代わりに入っていきます。今日の経験をこの柳澤が胸の中でどう計算していくんでしょうか。さあスロバキアフリーキックです。6番のカロル・キセル、シュピラルが中にいます。192センチ、俺のところにボールをよこせと言っています。抜けたヘディングシュート、10番のベンチク、ヒヤッとしました。日本助かりましたね、今ね。後半10分経過。高木さん、今のはどういう感じだったんですか。今の前でね、すらされてますよね。あ、なるほど。中田浩二がね、スルーしたんですね、自分でね。ヘディングできたのに誰も後ろにいないと思ってスルーしたね。そこが非常に危険でしたね、今ね。まあ、相手もまさかと思ったから良かったじゃないですかね。、
まあ、しかしああいった一つのプレーが命取りになりかねないのがワールドカップですからね。そうですね、まあ、特にね、押しているところにセットプレー一本で取られるというのはね、非常に精神的にも良くないですね。今は綺麗にラインコントロールされていました。ボランチの今福西が倒されました。現在は福西と戸田のボランチ。ああ、イエローカードが出ました。これは福西に対してのイエローカード、何かいいじゃないかなと思いますね。けども今完全逆ですね、はい、相手が背中を押したというファールですね。ここですね、もう明らかに相手のファールですね。ここにまだイエローもらうというのはね、もったいないですね。まあ、これは仕方ないですね。福西もワールドカップメンバーへの当落線上にいる選手です。さあ中に入れるスロバキア、シュートは打たないか、後ろからシュートを打った小坂です。セルジョーさんね、この日本代表のボランチはワールドカップどんなメンバーになると予想されますか。まあ、本来はね、僕は稲本がね、フドラボランチだっていう時代があったんですけど、ね、まあ、彼がイングランド行ってから試合出る回数がトップレベルでは少なくなりましたからね。リザーブリーグが多かったんですね、はい、でね、気になるのはやっぱりナイジェリア戦とはセネガル戦にもそうですし、最近イタリア戦でもそうですけど、もう90分の稲本がね、見れなくなったところが、そこが僕一番心配ですね。試合に出ていないと90分の体力すらそうですね、はい、だからまあこういう試合こそね、もう本当もう少し1分でも長くさせてあげるということが大切じゃない。僕はまあ福西にもチャンスが必要ならね、戸田を休ませてもいいじゃないかなという感じはするんですけどね。戸田はもう硬いと言っていいんじゃないですか。そうですね、だから戸田をテストするということはないでしょうね。だからここでやっぱり稲本に1分でも長く試合をさせる、まあ、今日はまあハーフタイムで変えるなら、まあ、僕は戸田を変えますね、うん。まあ、ホンジュラス戦、まあ、2日のホンジュラス戦の起用も睨んでかもしれません。まあ、その他ボランチには明神もいますし、服部もボランチできますしね。そうですね、そして今、はい、ナビスコカップで頑張っている七海もできます。さあ抜け出した森島シュートを打った中に送る、フィニッシュまではいきません日本代表。森島優しいですね。そうですね、実際にパスをしましたけどね、さすがセレッソコンビという感じもしますけれども。さあご覧いただきましょう、中村俊輔から高木さん、この後ですね。そうですね、このボールですね、ちらっと見てましたもんね、さあそしてセルジオさん、はい、代表のトップ下、おボールが抜け出しました。 1.5 列目、これはもう中田ですか、はい、そうですね、怪我しない限りは中田でしょうね、これね、はい、しかしこの辺りには非常に才能あるプレーが控えてますけども。そうですね、小笠原、この中村、まあ、非常に暑い時期にありますから、まあ、90分何が起きるか分からないところがね、やっぱり必要なことじゃないかなと思うんですね。そして右サイド、市川とか鳩とか明治になります、はい、この辺りがね、現在では今日柳さんの昨日からしたら、まあ、一番悩んでいるところじゃないですかね。なるほど。そして左サイドは小野でいいですか。まあ、間違いないですね、これはね。その他サントス、中村、七海と、はい、サントスもやっぱり一つの個人技で破るという攻撃的なね、条件としては非常にプラスになったんですけど、はい、前後半のバランス、リーダーシップを考えたら、まあ、今は小野で間違いないと思いますね。さあそしてフォワードの鈴木が呼ばれています。サントス、戸田、中に送る森島、そして向こう側、あ、福西には通りません。まあ、こういうところに鈴木はね、何度も先発から非常にチャンス多くもらってますから、はい、まあ、もう試合数も少なくなりましたからね。で、僕はヨーロッパに行ったメンバーから大体23名が決まると思いますから、そうですね、まあ、せめて国内のこういう少ない試合にね、まあ、山下あるいは久保ですね、あれ使ってない選手を悔いなくね、チャンス上げてそれで決めてほしいですね。鈴木出るのもいいんですけども、まだ少ないチャンスもらってる選手も見ればね、出したくなりますね。ああ、サントスと交代のようです。サントスに代わって鈴木ということは、中村俊輔が左サイドにそのまま後ろに下がるんでしょうか。そうですね、はい、フォワードの元フォワードの高木さんとしては、はい、日本代表のワールドカップのフォワードのコンビ誰と誰がいいかなと、まあ、予想で結構なんですけど、まあ、僕は鈴木がやはりこう守備をできる能力があるということで、まあ、鈴木を軸にそれと柳沢かなという感じはしますけどね。鈴木が軸になるんですか。おやはりかなり前線での
守備というのは大きくなりますか、ワールドと思いますね。それと、まあ、ポストプレーということでゴール前でファウルをもらえれば、まあ、例えばサントス、まあ、俊介も選ばれればそうですけども、プレスキッカーがいますからね、得点のチャンスは出てくると思うんですよね。で鈴木はこのフィジカル的肉体的に強いですからね、その辺もやっぱありますよね、はい、この鈴木、アントラーズの鈴木が入りました。もうあとは興奮しないで退場にならないように気をつけてほしいですね。結構こう熱くなるタイプ、熱くなりますね、はい、結構体張ってプレーする選手ってどうしても熱くなりますね、はい、中村慎介が左サイドになっています。さあその鈴木、オフサイドはない、ボールを決めるが、これはうまくスロバキアが入っていきました。16番のチショブスキ、日本のこれはコーナーキック、蹴るのは中村俊輔、まあ、トルシエ監督が寄っていきました。いやこの時間帯になってね、やっぱりこの今日のスロバキアに1点差だけではトルシエ監督が満足できるはずないですね。あと5万人のサポーターも満足しないでしょう。やっぱり2トップにしたということは、やっぱりもう少しやっぱり攻撃ゴール前にこのスロバキアも負けてても引いてますからね、はい、まあ、その分の攻撃、まあ、高い相手、高さがある相手に結構ツインタワーで行くんだっていう感じがしますね。最近はショートコーナーが多い日本代表です。ここは直接蹴り込むようです。ニアサイド、クリアします。このボールを取るか、ハト、宮本、ヘディング、もう一回ハト、しかしこの辺りはスロバキアが高い。ズリク、キャプテンのズリク、この選手はベテランです。大きくボールを戻します。後半の18分の経過、1対0、日本代表が1点をリード。前半の38分に西澤が決めています。後ろでゆっくりボールを回していきます日本代表。長いボール入った、これはオフサイド。フランスのワールドカップで日本は3戦全敗です。岡田監督の辞任を受けまして、98年の9月、トルシエジャパンがスタートしました。 A マッチ、これが43試合目、20勝12引き分け10敗。就任から約3年間、トルシエ監督の手腕に対しまして様々な論争もあったんですが、ワールドカップまでは32日、トルシエ監督のフラット3でベルギー、ロシア、チュニジアに挑むことになりました。ワールドカップまでのテストマッチ8試合のうち3試合を消化、2勝1つの引き分け、これが4試合目。スロバキア相手に1点リードの日本代表、さあ早い攻めになるか、おっとこれはオフサイド、西田はオフサイドですか。 今1回後ろに戻った感じありましたけどもね、かなり気を使ってましたけどもね、ラインに対しては。はい、ご覧いただきましょうか。ここで、あ、オフサイドですね、オフサイドですね、ちょっと後ろに下がるタイミングが遅かったんです。本来はね、あの前半はね、はい、それでボール触らない意識で2列目から来てたのが、今度自分でもファウルになりましたからね。そうですね、鈴木さん、はい、西澤と久保が交代です。もう久保出てきますか。今日は1ゴールを決めている西澤、やはり高木さん、この辺りフォワードを変えるのを見てみると、お、スロバキア前がいた、シュートを打った11番のビテク。高木さん、はい、フォワードを変えてくるのを見ていると、トルシエ監督もこのフォワード選び、ちょっとこうまだ悩んでるかなという、多少あるかもしれないですね。それと、まあ、ちょっとこう前のリズムがあまり良くないですからね、今の時間帯が。あ、そうですか。そういう意味でも、まあ、前の人間を変えてちょっとリズムを変えるというのもありますよね。福西から鳩を走らせます。現在トップは鹿島の鈴木と、セレストの西澤です。あれ、藤井さん、また選手変わりますか。久保と17番、はい、明神ですね。あ、明神が入りますか。明神が21番の戸田と交代です。はい、選手をどんどんと変えてきます。トルシエジャパン、就任間もなくのアジア大会南米選手権惨敗、ここで一度不安視もされました。しかし99年ワールドユース準優勝、2000年シドニーオリンピックのベスト8、これがターニングポイントになりました。若い世代を中心に A 代表、フル代表ビルドアップ、アジアカップ優勝は2000年、コンフェデレーションズカップ準優勝は2002年、チームを作り上げてきたフィリップ・トルシエ監督です。
まず18番の久保が西澤に代わって入ります。そして17番の明神が左でした戸田です。戸田が明神に代わります。これくらいね、ハーフから前はトルシアが監督がいじるのに、後ろは全然変えないんですね。そうですね、この3バックは不動ですね、はい、まあそれだけこのフラット3の3バックというのは、まあ、長い間じっくりコンビを組んで作り上げていくというところです。そうですね、ただ森岡がね、まあ、怪我でいないところに、今このメンバー見ればもし宮本が怪我したら誰が務めるっていうね、その部分のシミュレーション、例えば柳沢を右に持っていくなら、やっぱりこの後ろにもね、あとは誰かにテストするっていう、そういう鳴らすということも大切なのかなと思うんですけどね。例えば森岡が間に合わないで宮本が怪我をした場合は松田が中に入る可能性がある。そうですね、だからそういうね、こういうできる相手とある程度そういう形でやってもいいと思うんですけどね、そうなると右のストッパーで中澤をテストしなければならないということもありますからね。そうですね、はい、依然1対0、日本のリードは最小です。福西、明神が倒された。この明神というのはトルシエ監督の非常に信頼の厚い選手です。お、そして小笠原、森島に変えて小笠原入れますね、はい、先日の試合ではわずか26分の出場にとどまりましたコスタリカ戦、今日は後半20分過ぎからの登場です。ただね、久保と比べたら25分もやったっていう感じなんですよね、はい、久保は3分ですから ね、 ああいう変え方も選手心理としてはどうなのかなとも思いますけれども、いや厳しいですね。厳しいですか、はい、まあ、今日はね、もう少し長い時間を与えているところがまだいいじゃないかなと思うんですけどね、はい、中村俊輔から11番、ただね、後半になってね、ちょっとシュート打つっていう形がまだちょっとつかめないですね。福西から鈴木、クリアします。スロバキア、森シルマが左から飛び出してチャンスを作って、はい、ちょっと後半の方、どうしてもどんどんメンバー変わったら大味になってしまうんですね。あ、そうです、はい、ただやっぱりここに 1-0 だけでは満足できない試合ということじゃないですかね、はい、森島に変えて小笠原です。フォワードの、後ろに入ります。その小笠原が寄っていく、あーっと後ろから足をかけられた。日本代表のフリーキックになります。鈴木さん、はい、先ほどから交代がもう6人になりましたが、ピッチの中の中村俊輔がですね、はい、交代の数字をじっと見つめて10じゃないことを確認してるんですね。祈ってるのかもしれませんね、はい、90分勝ちたいと。フリーキッカーは7番の小笠原。後半まもなく25分、追加点なるか。日本低いボール、あとサイド中に入れる、足が長いスロバキア、シュートを打った中村俊輔、跳ね返された。今日の日本代表対スロバキア代表キリンカップサッカー2002、さあ前の前に取った、シュートを打った松田、さあもう一回後ろから鈴木、中に入れる、松田が前に残っていました。今日のキリンカップサッカー2002、観客数は55,144人です。日本代表サポーターのワールドカップへ向けての熱気もこの放送席まで伝わってきます。後半2本目、蹴るのは中村俊輔、大きなスロバキアの選手の間から日本選手を探すような仕草、逆サイド中田、このパターンはオリンピック代表などでもよくトルシエ監督がやっていたパターンです。久しぶりですね、ダイレクトで打つ。しかし高木さん、これはかなりのテクニックが入ると難しいキックですよ。そうですよ、もうキックの精度が良くないと何もないですからね、このゴールの枠に行くだけでもね、おーという感じですもんね。そうですね、それぐらいね、中田より、はい、
俊介がいい質のボールを蹴っておくことじゃないかと思うんですね。小野も非常に蹴りやすいボールを蹴りますね、はい、ここでスロバキア代表の選手の交代です。あ、キャプテンのクリックに代わってフォワードの、カブシが入ります。ということはこれセルジオさん、はい、ミッドフィルダーに変えてフォワードですから、スロバキアの方も点を取りに来るとに来てほしいですね。あのもう少しあの日本の守りを試す意味でね、はい、でやっぱりスロバキアももう少し日本を脅かさなかったら日本は 1-0 でいいっていう試合やってしまうんですね。あ、なるほど。やっぱりもう1点取らなかったら安心できないっていう、それを仕掛けるのはスロバキアじゃないかなと思うんですけどね。まもなく手元の時計では後半の27分になろうというところです。あ、ここはスロタックル、最高ビトク中に入れる。これはあ、その前にちょっと宮本が足を痛めました。なかなかこの3バックの真ん中、今森岡が怪我をしていますので、この宮本に何かがありますと日本代表はすなわちピンチということになります。鈴木さん、はい、先ほど中村俊輔が自分が交代じゃないかどうか確認をしたという話を入れたんですけれども、今6人交代してますよね。あと1人ですね。ですからね、今宮本が倒れた瞬間に中澤がですね、じっとその宮本の方を見ていました。中澤もなかなかね、こうメンバーに入っても出られないというね、苦しいこうベンチが続いてますからね。ピッチの中と外でね、もう23人枠の争いがね、もう目まぐるしく変わってるようですね。熾烈ですよね。バックはね、あの試合でないで入れ替わってますからね、メンバーね、はい、そうですね、そのあたりの心理状態きついですね、まあ、大岩鈴木が来て試合は出てない、田中まあちょっと怪我がしますね。さあ鈴木、それはオフサイド。田中、あるいはその中澤ですね、なかなかバックが入れ替わっても入れ替わってもピッチには出ないところがイライラしてるじゃないですかね、まあ、このキリンカップのメンバー25人で、この後ホンジュラス戦に臨みます。その後ヨーロッパ遠征に行くんですが、その時にこの25人のメンバー入れ替えがあるかもしれません。そしてヨーロッパではこの中田の合流があるかもしれません。そして、欧州遠征には怪我をしている森岡も帯同していくかもしれないといった状況です。鈴木さんね、はい、今スロバキアメンバー変えましたが、メンバーチェンジを告げに第4の審判に行くたびにね、はい、一体日本は何人メンバー変えるんだと人数を数えてるんですよ。なかなかね、 A 代表の試合で7人交代というのはありませんからね。ありませんからね、普通ですと3人なんですが、両チームの合意があればその数は増やすことができます。さあ中にボールを入れる、ヘッドでクリアします。松田のクリア。先ほどスロバキアは11番のビテクに代わって13番のアンチッチが入りました。20歳のアンチッチが入っています。さあこれはクロさあ鈴木シュートを逃したボール入るか、回ってきました。久保ついてません。惜しかったですね今、久保アンラッキー。いやー、いい飛び出しでね、見せましたね今、うまく浮かしたんですけどもね、はい、いや余裕でしたね今、まあ本当は綺麗に取らないでね、まずアピールするのに俺は点取るだっていう形が欲しかったですね、はい、今度は中村俊輔から。でもまだまだ時間ありますからね、やっぱり久保が一番今までチャンス時間的に少ないから、そうです、ね、やっぱりこういう時にチームが点取れない、フォワードが取れない時にね、やっぱり取るということは大きなアピールと思いますね。久保はこれで A マッチ12試合目ですがまだ得点がありません。いや、うまく浮かしたんですけどもね。代表に入って一番ゴールに近いシーンだったじゃないですかね。そうでしょうね。まだ後半の30分、久保にとっては15分時間が残されています。今トリシエ監督もですね、ガッツポーズを4分の3まで上げたところ で、 そ、 うですか、その手をどこにしまっていいか分からなくて苦笑いしてましたね。なるほど、まあ、トリシエ監督としてもこの久保には点を取ってほしいと、そういった気持ちもあるんでしょう。松田、宮本、中田浩二、小笠原、普段ですと7番は中田秀俊の番号ですが小笠原がつけています。そしてスロバキアはまたメンバー交代です。4番のコザクが出まして17番のハネクが入ります。スロバキアの方はサブのメンバーが7人ですので、ベンチのメンバー全てを交代、使用できることになっています。これが4人目の交代。31分経過で1対0、日本代表が1点をリードしています。キリンカップサッカー2002、ワ
ワールドカップへのカウントダウン。さあ笠原真ん中に行きます。これは通りません。セルジオさん、何かこう我々が見ていてもああもうちょっとで入るのにと、そうですね、なんかこう歯がゆい時間帯になってきました。ただもう少しねやっぱり上げるときに中を見る余裕ぐらいのね、展開が欲しいですね。あ、そうですか。なんかゴールラインが割らないために上げてるっていうね、はい、やっぱり味方を狙って合わせたっていう感じのセンタリングがちょっと少ないですね。高木さんは、ご覧になってこのフォワード今2人動きどうですか、鈴木と久保。もう少しねスロバキアディフェンス陣というのはあまり完成度はないと思いますので、その辺で例えば鈴木がスペースへ出た、その後ろを久保が使うような、はい、そういう2人のコンビネーションというのはあればもっと突破できるような気がします。その久保が抜け出すと、あっとキーパー出た。無茶。まあ、前半はね2列目から入っていくというのがはっきり見えた、まあ、後半は2トップにして次 何をするんだということがね、はい、もう少しやっぱり具体的に伝ってこないんですね。だからしかしこの久保はこのディフェンスラインから後ろに抜け出そうですね。だから、まあ、今日サントスの突破力も少ない、はい、なんか攻撃的になんかテーマがあって何をするんだということがね、はい、やっぱりそれが、まあ、スコアに出てるじゃないかなという感じがするんですけどね。現在1対0です。まあ、どうしてもこれぐらい選手変えたら、まあ、なかなか、ね、何だったかなっていうね、今日のテーマ何だったかなっていうことだね、はい、今日は5万5000人以上の観客を集めています国立競技場です。セルジオさん、フランスワールドカップの前というのもこういった雰囲気でしたよね。そうですね、はい、これよりねもっともっと緊張しますからね、はい、まあ、おそらくこれが本番のワールドカップだったらこの 1-0 だったらまだまだイライヒヤヒヤして試合を見なくていけないからね。本当ですね、はい、さあかわして中に入れる、ヘディングはどうだ、向こう側ジャストミートはしませんでした。もし今ワールドカップだったら大変ですよね、これね、いわゆるセルジオさん、この日韓共催のワールドカップ、はい、日本はまあ一次リーグ突破がこれ絶対と言われているんですが、これはなぜですか。まあ、一つのはね、世界中でやった時に、まあ、ホームがね、予選突破したんですけど、まあ、世界のサッカーレベルで予選突破したのは驚きだったのはアメリカと思うんですね。94年ね、これはオフサイドフラッグが上がっています。例えばアルゼンチンである、イングランドである、ドイツである、あるいはスペイン、イタリア、メキシコですね、もう予選突破じゃなくて優勝する力の国でほとんどワールドカップを今まで行っているところにね、まあ、今まで嫌な宿題を受けたなっていうね、地元チームは全てこう決勝トーナメントに行ってる。そうですね、ただやっぱり、ね、はい、まあ、J リーグも日本もプロ化してね、やっぱり大会出るときにアマチュアらしいその目標でね参加すればいいっていう気持ちはもう変えたらいいと思いますね、はい、もう勝たなきゃいけない、はい、僕はね今大会だけじゃなくて全大会はね、はい、もう最低で予選は突破しなかったらもうビジネスにならないんだっていうのがプロの世界と思うんですね。ビジネスね、はい、なるほど。それとやっぱりいずれ優勝するんだって世界一になるためにね、はい、厳しいノルマを自分につけてね、それに向かっていくんだってね、まあ、日本の柔道界をね、はい、やっぱり立場を維持するために全て勝たなかったらいけないんだということが、まあ、世界のサッカーの伝統であるじゃないかなと思いますね、はい。鈴木さん、はい、スロバキアのユルケミク監督、守備に対する指示が多かったんですけどもね、この時間になって10番のベンチク、13番のアッチッチ、2トップに対してね、あまり下がらなくていいというふうに言っていますね。なるほど。それからね、20人のサポーターなんですが、まあ、今旗を元気に振るのはね、日本のシュートがね、枠を外れた時、この時だけになってきましたね。そうですか。それにしても日本はあんなに強い、もう 3,4 点入っててもいいのに、強く1点にしのいでるなというのが感想ですね。なるほどね。まあ、日本としてはスロバキアがもっともっと攻めてきてくれると、こう日本としても攻めやすくなると。そうですね、守備が薄くなりますからね、はい、スロバキアのね。ただね、キリンカップで大事な大会で勝つこともすごく大事なことですけどね、はい、まあ、例えばテーマとして、23人の中にアピールして誰が残るんだっていうのは悪いけど、今日はっきり誰が一番アピールして、ここで俺は残るんだっていう選手も出てこないんですね、はい、今日ね。そこが僕は、まあ、勝ってる裏にね、その個人アピールとしたら誰だろうっていう感じが残ってますね、これはね。今画面出ているのは中村と小笠原のボールタッチの位置です。
かなり広範囲にわたってこの中村小笠原ボールタッチをしています。右から左に攻めています。36分を経過しました。高木さんは今日の試合の中でアピールできた人、はい、誰だと思いますか。まあ、私の目から見たらやはり俊介ですかね。中村俊介、はい、西澤はどうですか。まあ、西澤も、ね、非常に良かったと思いますけども、はい、やはり今の状況で言えば苦しいのはやはり俊介だと思いますので、その中で今日は中でのプレーが、からのスタートでしたんでね、はい、その中でもやはりこう仕事をある程度やってましたしね、非常に良かったと思いますね。中村俊輔は本来は真ん中でプレーする選手で、はい、代表では真ん中に中田とか森島がいましたので、左サイドを任された。その左サイドは中村俊輔、さあどんなボールを上げるか、向こう側久保、ああ落ちる、もうちょっと届きませんでした。中村俊輔もいろいろとこの代表では心の葛藤がありました。しかしそれに耐えて頑張ってきました。まあ、そういったところでこの今日の先発は中央でというチャンスももらえるわけです。しかしセルジオさん、この中村としても真ん中には中田がいる、はい、そして小野もできる、はい、森島もいる、左サイドには小野がいる、サントスがいる、はい、まだまだ苦しい道はありますね。苦しいですね、はい、まあ、特にね、まあ、例えば今日小野と中田がもし出れたら、はい、やっぱり俊介とサントスが出る時間がすごく少なくなると思うんですね。だから僕は彼らがいないときに、こういう格下の相手とやるときに大きなアピールする場ですからね、まあ、ここはやっぱりやれやれ大会で 1-0 で勝ったらいいんですけども、もう少しね、アピールできる相手ですから、できる試合にはねやっぱり悔いが残らないように、後でリストが出て悔いが残らないようにやっぱり頑張ってほしいですね。あと試合残る時間は7分を切っています。なんとかもう1点見たい日本代表です。左サイドは、まあ、俊介を中心に、まあ、攻撃してますけども、はい、右側ですよね、鳩がもう少し攻撃的なプレーをしてくれないかなと思いますけどね。今ボールを追いかけていった2番の鳩、だから柳沢があそこ前半使った、こんなはずがないというプライドを持ってね、もう要するに90分じゃないから、もうわずかな時間にどれくらいアピールできるかというのが競争ですね。なんか決まってたらいいんですけども、まあ、僕が右サイドでフォワードそこに持ってきたらね、まあ、燃えるしかないですね、そこに、ね、箱もね、はい、まもなく39分、1-0、日本代表が1点リード。惜しいシュートもたくさんありました。先ほど久保のシュートはクロスバー。スロバキア代表としても2年後のヨーロッパ選手権本戦出場を目標にしています。スロバキアはチェコとの分離後、大きな大会にはまだ出ていません。でも 1-0 だけのスコアっていうのはやっぱり最後まで気が抜けられないんですね。さあスロバキアは得意の、今ちょっと旗が遅れて上がりました。いや今高木さん、日本のラインコントロールといいますか、素晴らしいものがありました。そうでしたね、非常に統制されてましたね。ただしあの辺もね、やはりワールドカップになると、はい、まあ、対戦国、日本だったら対戦国っていうのは十分研究してきますから、もっとこうずるがしく動く選手がいますよね。でもどうですかね、40分になるところでね、はい、1-0 で勝ってて後半にやれませんよね、これはね。ちょっと難しいでしょうね。リスクが大きい。リスクが大きいですね。抜け出されたら1対1ですね。はい、もちろんですね。まあ、その流れで2回か3回ほど、ね、相手にチャンスを与えてましたからね、はい、さあドリブルで走っていきます。8番の知念、向こうに送って、あシュート落ちた、中に入ってくる、なんとかクリアしました日本。ここから攻撃につなげられるか、中村俊輔、向こう側久保、久保までは通りません。あ試合怪我したんですね今ね。あ今倒れているのはスロバキアの選手。じゃあここでちょっと中村俊輔から、パスがどれぐらい出ているか、上位3選手、中田浩二、森島、鈴木。これ中田浩二ディフェンスへのパスが非常に多いっていうのはどうですか。まあ、横にプレーしてますから、その決定的なパスじゃなくてね、はい、まあ、おそらくこのデータにはそのどのつなぐパスでも、まあ、左サイド同士ですから、まあ、お互いがパスしながら展開を作っているということだと思いますね。スロバキは6番のキセルです。
あちょっと痛そうです。担架に乗せられました。41分も経過。2002年日本代表はウクライナ、ポーランドに連勝、そして先日のコスタリカ戦では引き分けました。これが2002年の4試合目。現在1対0スロバキア代表をリードしています。この後は5月2日夜の7時から神戸でホンジュラス戦、その後はヨーロッパ遠征へ出かけます。やっぱり交代になりましたね。今ね、はい、2番のデブナルが入りましたね、はい。日本代表の方はヨーロッパ遠征の後5月の17日ワールドカップメンバー23人が発表になります。スロバキアはキセルに変えて2番のデブナルが入ります。ご覧の日本代表のスケジュール、5月17日の23選手発表に向けてまだまだしのぎを削るわけです。さあラインを下げる日本、ヘディングクリアしました。15番の福西、シュートは打たせないという日本代表。さあ走っていく17番の明治、ボールをまたぐ後ろに戻します。この辺りはうまい、落ち着いています。そして今度は大きく逆サイド、中村俊輔、福西フリーです。いわゆるドフリー、向こう側15番の福西に倒れない。しかし高木さん、今のは大きな展開でしたね。そうですね、松田からの大きな展開、そこで俊輔からの、まあ、そこで絡む選手がちょっと少なかったですね。あ、ちょっとこう孤立するような感じでしたね、今のですね、やはりクロスしかないような気がしましたね、はい。抜け出す、旗を倒された、これはフリーキック。右サイド深い位置からのフリーキックになります。旗とタルダのマッチアップ、蹴るのは10番の中村俊輔。左足で蹴ですね、左足で蹴りますからゴールの方向にボールが曲がってきます。やはり中村俊輔が蹴りますとフラッシュの花が開きます。真ん中には久保、そして鈴木、どうしたんでしょうか。主審と第4の審判員が何やら話をしています。そしてそこに副審も入っています。怪我した後の2番が入っていって、ええ、アピールしてないんですね、その入るときに、はい。まあ、普通はこれイエローをもらうことになるんですよね。そうですね、主審が認めないと入っていけないことになりますからね、はい。今主審が2番のデブナルのところに歩み寄っています。まあ、おそらく注意するじゃないですかね、はい。イエローですね。あ、イエロー出ますね、はい。これはイエローですね。勝手に中に入ったということでデブナルにイエローカード、もう一度やり直せというところでしょう。まあ、これがねやっぱり7人交代のちょっとしたハプニングですね、これね。もう一度外に出まして主審の了解を得まして中に入っていきます。ちょっと試合が中断しました。日も落ちてきましてちょっと肌寒くなってきました国立競技場です。さあ中村俊輔、久保か鈴木か福西か、福西入った、でも福西って本当にこのセットプレーは強いです ね打点高いですよね、はい。なんかJリーグでもね、本当に効率よく点取ってますね。これはトルシエ監督としてもこのセットプレーの強さっていうのは欲しいところですよね。少ない試合の中でね、やっぱりある時間帯からセットプレー一つで確実に取るという選手って武器ですね。高木さん、こうかなりこういったトーナメントとかワールドカップになるとセットプレーの得点の確率比率っていうのは上がってきますもんね。そうですね、まあ、そういう中でやはり勝っていくチームが結果を残すんだと思いますよ。なるほど。手元の時計では45分を経過しましてロスタイムは3分という表示です。日本対スロバキア1対0日本代表がリード。セルジオさん、なんとかこのロスタイムにね、もう1点。そうですね、はい。5万5000人が望んでますからね。まあ、これぐらいね、お客さんが来たのはやっぱり1点だけ見るためじゃなくて、まあ、もちろん勝つのは嬉しいんですけども、もう少しね、やっぱりコスタリカ戦の一つの引き分け、なんかこうすっきりしてない部分が、今日こそっていうね、はい、前半に非常にチャンスがあって今日はいけるんだっていう、結局なんか寄り切りの得点で、はい、
本来のチャンスが得点にならないで、やっぱりまだ満足はできないと思いますね。鶴城さん、この後日本代表に臨むことってのは何かありますか、ワールドカップまでに。まあ、僕はね、テストするのいいんですけども、その選手が入れ替わっても何をするんだっていう攻撃的にね、それがまあもう少しはっきりしないということだね。例えば前半と後半とも全然もう伝わってない。だから前半のものを後半に持っていく、何が変わったということがね、そのあたりがまあ7人交代もそうなるかなっていうね。ただやっぱり誰と誰が変わっても日本がやる攻撃はこれだっていうね、選手はマシンの中の部品だっていうね、そういうイメージが他の国を見てたら、いくら変わってもいたサッカーをやるっていうね、日本の方がまだその攻撃の糸口がねちゃんとできないところが、コンスタントにできないところがね、ちょっと残念ですね。高木さんいかがですか。僕もね、全てを見せる必要はないと思うんですけども、ある程度、固定したメンバーの中で、本気モードっていうんですかね、そういう形でやはり戦ってほしいなっていう部分もありますね。なるほどね。今日は選手が数多く日本代表は変わっています。さあ左サイド、中村俊輔、中に久保、向こう側ヘッドで落とす、シュートはどうだ、後ろ、今重なりましたね、2人ね。今度はスロバキアのカウンター、右自陣に戻る日本代表、いい守備を見せました中村俊輔。ああいい守備だ中村、いいね、マサラから優しいパス。この辺りもね、スロバキアは一人で抜いていくっていうスキルが持ってないところに日本も助かりましたね。おー、なるほど。これもしコスタリカ戦だったら今完全に対して突破されてるかもしれないですね、はい。この辺りこのスロバキアのチームはパスワークのチームで、1対1の能力は抜くのは持ってないところに今助かりましたね。5月17日ワールドカップメンバー23人に入るのは一体どんな面々なんでしょうか。トルシエ監督の頭の中にはもうすでに 90% は決まっているという話をしていました。残り 10% をこのクリーンカップで見たいと、そういう話をしていたトルシエ監督。今長い笛、クリーンカップサッカー2000に日本代表がスロバキア代表を下しました。1対0、フォワード西澤のゴールで1対0、日本代表が勝っています。これで2002年日本代表は負けなし、3勝1引き分けという結果となっています。この試合勝利チームの日本代表にはキリンビール株式会社佐藤康弘代表取締役会長よりキリンカップが贈られます。そして勝利チーム賞としてキリン鍛錬サッカー日本代表応援缶、キリンアミノサプリ、カフェドパリセック日本代表応援ラベルが各1年分贈呈されることになっています。1対0で日本がスロバキアを下しました。まあセルジョさん、はい、1点入らなかったのは残念なんですけれども、はい、収穫もあったとは思いますけれども。そうですね、俊介が90分できた、今まで あんまりチャンスなかった選手がちょっと長くできたということですね、これは一つの収穫ですけども、はい、やっぱり流れ形っていうのはね、もう少しやっぱり見たいですね、びっくりするっていう記者会見から、蓋開けてみたら、そんなに大きな驚きはなかったなっていうのが率直な印象ですね。そしてやはり今日は一つのポイントとして右サイドにフォワードの柳沢を起用した、はい、ということなんですが、これはどうこの後響いていきますか。僕はテストミスだったと思うんですね。テストミス、本当の柳沢の良さ、これからその新ポジションで羽ばたくという意味もないし、僕はその右サイドの改善するという一つのあれではなかったと思うんですね、その意味で柳沢もそれで犠牲になったら非常に気の毒ですよね。日本代表がなかなか得点を取れないということでね、そういった目標もあると思うんですが、ここ で、ね、はい、でトルシエ監督のインタビュー、放送席トルシエ監督に来てもらいました。1対0、試合の感想を聞かせてください。Oui, c'est 1-0, mais je pense que dans l'esprit, ça a été un match offensif, dans les envies, dans les initiatives. Je crois qu'on a assisté à une rencontre vraiment de bonne préparation pour le Japon, parce que ça nous a fait faire des efforts. Et nous gagnons ce match, donc ça contribue toujours à renforcer la dynamique de confiance et positive autour de l'équipe. Hi,
1-0 でしたんだけれども、やっぱり考え方としてはかなりオフェンシブ、攻撃的なサッカーができたということで、取り組みにしましても、それからやり方にしましても、そのあたりが攻撃的だったということだから、日本にとって、大変いい調整試合になっていると思います。かなり頑張りましたし、そしてそれに勝つこともできました。やはり、自信の勢いというものをですね、キープできて、そしてポジティブな試合だったと思います。中村をトップ下に置いて、その印象はどうでした？Ouais, ouais, il a fait son match comme tous les autres. 中村もですね、他の選手と同じように、いい試合をしました。驚いたのは右サイドの柳沢でした。理由を教えてください。Oui, parce que je voulais voir cette organisation qu'on peut éventuellement avoir besoin, soit en début de match, soit en fin de match. Et donc les matchs de préparation, c'est fait pour ça, pour justement essayer de régler des détails. Et je suis satisfait de sa prestation, même si il a été un peu timide, mais je pense qu'il a les qualités aussi pour jouer un peu comme Wiltord dans l'équipe de France, un peu sur le côté comme ça.やはりですね、私としましてはこういった布陣がどうなるのかということを試合の頭、または試合の最後の方にやってみたかったというのもあります。やはり今回は調整試合ですから、そのためにもやっているということでありまして、こうしてちょっとした詳細というところをですね、詰めていきたいということがあって、彼の仕事ぶりには満足をしています。フランスのウィルトルドみたいに、やはりですね、サイドに置いた場合にいい仕事をする選手だと思っています。おめでとうございました。ありがとうございました。Merci au grand public qui est venu nous encourager. で、サポーターの皆様、励ましてくれてありがとうございました。トルシエ監督でした。日本代表トルシエ監督のインタビューをお聞きいただきましたけれども、高木さん、はい、オフェンシブにできたと、いい調整試合だったとトルシエ監督言ってますけれども。まあそうですね。結果的には内容的にもそうでしたけどもね。ただすいません、ごめんなさい。はい、今ちょっと選手のインタビューです。西澤選手に来てもらいました。1年ぶりの代表ゴールが決勝点になりました。今の率直な印象を聞かせてください。そうですね、まあ、汚いゴールというか、決して綺麗なゴールではなかったんですけれども、まあ、やっぱ先制点がどうしても欲しかったんで、とても良かったと思います。はい、本番に向けての手応えを聞かせてください。そうですね、チームとしても、まあ、フィニッシュまで行く形が、何回もいい形ができていたんで、本当にチームとしていい仕上がりができていると思います。お疲れ様でした。続いて中村選手です。久しぶりにトップ下でしたが、いかがでした？そうですね、まあ、代表ではあまりこういうポジションはやってないんですけど、まあ、与えられたチャンスをものにできるように頑張りましたけど。自分がトップ下に置かれた理由は何だったのかなと思いますか？いや、そういうのは特に考えないで、もうグラウンドに立ったら自分のプレーと、あとはまあ、チームの戦術を守りながらやったつもりですけど。今日はフル出場、前回フル出場したのが2000年のアジアカップの決勝以来ということなんですが、中村さんどうですか？あんまそういうのも気にしないで、まあ、今が大事だと思うんで、まあ、また次の試合に向けて頑張りたいです。フル出場というか、トップ下でスタメンだというのはいつ言われたんですか？今日のミーティング、はい、試合前のミーティングです。その瞬間どうでした？まあ、努力してれば、まあ、いつかこういう時ある来ると思って、まあ、やってたんで、まあ、ギリギリになって、まあ、来たし、まあ、どこでもいいんですけど、まあ、出られてよかったです。本番でも期待しています。はい、ありがとうございます。中村選手でした。